我が、シッドの歌は、12世紀後半から1207年の間に成立したとされる中世スペインの女子誌である。エルシッドの歌ともいう。実在した中世スペインの騎士であるエルシッドの活躍をテーマとしている。内容は、史実と創作が入り混じっている。14世紀の写本が残っているものの原本は残っておらず、 写本も最初の部分を含むいくつかの部分が欠落しているため本来のタイトルは不明のままであり、我がシッドの歌という題は後にメネンデスピダルが付けた名である。また作者に関してもカスティーリア人であることは間違いないもののいくつかの説が対立している。中世スペインで活躍した騎士、本名ロドリーゴ・ディアスでビバール。エルシッドの通り名は アラビア語、主人、主君を意味する、サイドが語源である。これにスペイン語の定冠詞をつけて、エルシッド、または、所有代名詞をつけて、ミオシッドと呼び習わす。シッドの娘たちが縛られている、様子詞の冒頭は、一出しているが、その内容は、ピダルヘンボミア長男方訳などでは、20王年代記や、第一総合年代記をもとに復元されている。 その要約は以下の通りである。カスティーリャ国のアルフォンソーは自分に将校の礼をとっているイスラム教諸王国、タイファから年貢を取り立てるべくエルシッドをセビーリャ王国に派遣。同じ大向きでガルシーア・オルドーニエス博をグラナダ王国に使わしていた。ところがガルシーア・オルドーニエス博ら一党はグラナダ王国と結託してセビーリャに攻め入ったので、 エルシッドは、アルフォンソーの庇護下にある、この国を守るべく封印戦。侵略軍をかぶらで撃破。エルシッドは、ガルシーやオルドーニエス白シャクラ貴族も一時の間、捕虜としたので、王の故郷の真たる彼らの怨恨を受ける。結果、白シャクラの残言によって、エルシッドは、王の真を失う。アルフォンソは、エルシッドが、使命通り年貢を納めたことに、一旦は、 大変満足したのであったが、エルシッドとは、過去のしこりがある王は、斬新たちを信じるようになった。過去のしがらみとは、エルシッドはもともとは、全王三朝二世の重臣であったが、その王の暗殺を機に、弟のアルフォンソ六世が当局したことにちなむ。新王に仕える条件として、エルシッドら旧臣は、 暴殺には何ら関わっていないという先生をアルフォンソーに求めたが、サンタガデーや教会におけるその儀式で、エルシッドは必要に何度もその先生を復唱させ、その時の屈辱を王は後日も拭いされなかったという。ありがとうございます。